今日は初めてのバイトだね。昨日シンとトーマにみっちり教えてもらったとはいえ、やっぱり実践だとまた違うよね。トーマがフォローしてくれることになってるけど、気合負けだけはしないように頑張っていこう。でも君、首とかに包帯つけたまんまなんだよね。接客業としてこれはありなのかな。まあとりあえず元気に挨拶。おはようございます。あら、あなた、おはよう。お久しぶりね。え、体は大丈夫？本当に災難だったわね。でもその包帯とっても燃えるわ。本格復帰は来週からだけど、今日と明後日半日ずつリハビリ復帰ってことでお願いね。でもお願いだから無理はしないで、少しずつ体を慣らしてもらうための研修みたいなものなんだから。とはいえ包帯姿のメイドなんていてくれるだけで入るわ。ずっとしててほしいくらい。おはようございます。ああごめん、フォローするって約束したのに先に着いちゃってたね。よしよし、びっくりした。まああんまり気にしないで、店長は取って食ったりしないから。なあにトーマ、その失礼な言い方。いえ別に、久しぶりに店長の推しの強さを見て彼女がびっくりしただろうと思いまして。いやね、励ましの言葉をかけてたのよ。どうやらこの人店長みたいだね。なんか強烈だけど。おはようございます。あらミネちゃん、今日も可愛いわね。やだ、店長も今日も決まってます。あ、先輩、今日から復帰だったんですね。ご無事で何よりです。あの事故の時は本当にびっくりしましたよ。死んじゃってるんじゃないかと思いましたし。ふーん、この子は後輩なんだ。で、ん？死んでるんじゃないかと思った？ちょっと待って、この子もしかして事故の現場を見てたの？ああ、ほらほら、積もる話は仕事の後で。みんな、着替えてらっしゃい。あ、はーい。あ、もうそんな時間なんだ。しょうがないね、仕事の後でまた聞いてみようか。事故の話はシンからも聞けてないからね。重要な記憶のトリガーになるかもしれない。仕事が終わるの楽しみだね。お帰りなさいませ、ご主人様。ご用を受けたまわります。いってらっしゃいませ、お嬢様。お帰りをお待ちしております。で、君に合わせて僕も一緒にやってみたわけだけど、楽、楽だよ。真のしごきに比べれば本物のお客さんの方がずっと優しい。何かあった時はみんながフォローしてくれるだろうし、これなら余裕だね。よし、この調子で頑張って。ちょっと体痛くなってきたね。大丈夫？休ませてもらう？お疲れ様、もう上がっていいわよ。もうお昼よ。あなた宇宙で働いてたのね。今日はもう帰って、明後日までゆっくり体を休めてちょうだい。怪我をしてるのに頑張ってくれたわね。ありがとう、お疲れ様。そっか、終わりなんだ。はあ、なんか終わりって言われたらどっと疲れが出てきたね。話聞きたかったけど、ミネやトーマが終わるまで待ってるのはちょっときついよね。また明後日もバイトあるし、その時に聞けばいっか。うん、とりあえず帰ろう。お疲れ。あれ、シン？どうしてここにいるんだろう。今日は補習だって言ってなかった？お前のその犬黒みたいな目で見上げてくるとこ、記憶なくしてもすぐ元に戻るのな。なんかからかい倒したくなる。かまってやりたいけど、若さんに挨拶しに来ただけ。すぐ予備校戻る。え、若さんって誰だっけ？ここで挨拶するって言葉が出てくるってことは店長かな。で、バイトはどうだった？まともにやれたか？バカ、もともととろくさい上に記憶なくしてて大丈夫なわけあるか。迷惑かけてるって自覚しろよ。謝ってくるからそこで待ってろ。ねえ、それなら君も行った方がいいんじゃないかな。なんでついてくんの？別にいいけどさ。
あら、しんちゃんじゃない。久しぶり、元気だった？若さん、ご無沙汰してます。今日はこいつがご迷惑かけてすみませんでした。まだ傷が痛むらしくて、普段に輪をかけてぼーっとしてますけど、すぐちゃんとさせますから。わあ、なんか想像以上にしっかりした挨拶だ。お父さんに謝ってくれた記憶もそうだったけど、シンってこういうとこ全然年下っぽくない気がするね。やだわ、シンちゃん、彼女とってもしっかりやってくれたわよ。びっくりしちゃったくらい。あなたのいつも厳しいところは美徳だけど、たまには手放しで褒めてあげてもいいのよ。そうよ、褒めてくれてもいいのよね。さっきは悪かったな、できなかったって決めつけて。頑張ったんだな、お疲れ様。じゃあ俺は予備校戻るから、フラフラせずに帰れよ。なんだかんだで頼りになるよね、シンのやつ。結局ここまで頼りっぱなしだ。バイトの人たちもちょっと変わってるけど、悪い人たちじゃなさそうだし。うん、怖くなるくらい順調だ。不安要素が見当たらない。明日もこの調子でいけるといいね。今日はどうしよっか。シンは予備校の補習だって言ってたし、バイトは休養日らしいし、散歩にでも行く？あれ、チャイムの音、お客さんかな。あ、トーマだ。もう一人女の子がいるけど、誰だろう。やあ、ちょっとだけ久しぶり。お邪魔していい？サワが会いたいって言うから連れてきた。ああ、この子がサワちゃんか。見覚えありそう？とりあえず入ってもらおっか。それにしてもひどい目にあったね。思ったより元気そうでよかった。あんた遠くに入院してたから気軽にお見舞いにも行けなくてさ。ん？遠くに入院？君、近くの病院に行ったよね。ああ、ごめん、サワ知らなかったんだ。最後の2日くらいはこっちの病院にいたんだよ。シナノに1週間くらいいた後転院してきたの。え、そうだったの？なんだ、じゃあ行けばよかった。え、シナノって何？僕の知ってるシナノって言ったら観光地なんだけど、最初はそこの病院にいたのかな。トーマから無事らしいとは聞いてたけどさ、何しろ私血まみれのあんたは見ちゃってるじゃない。トーマにはあんたも動揺してるからしばらくシンに任せておけって言われたんだけど、もうほんと気が気じゃなくて。つまりどういうこと？ミネだけじゃなくてサワちゃんも現場にいたの？でもって事故現場はシナの？なんて言えば疑われずに話を引き出せるんだろう。ねえ、どうする？覚えてないか。かなり朦朧としてたみたいだもんね。ああ、そう、こいつ事故の日の記憶がすっぽり抜け落ちてるみたいなんだよ。え、マジで？マジで。怪我の状態もどうして事故にあったのかもいまいち分かってないみたい。え、それ言っちゃうの？ああ、そういえば交通事故とかにあった後ってその日のことだけ忘れてたりするっていうよね。うん、それそれ。だからあの日のことは話通じないって思って。その説明ならみんなに知られても病院に行くほどじゃないって思ってもらえるね。シンもトーマもうまいこと言い訳考えるな。シンとかからも何にも聞いてないの？記憶が混乱し始めたのはつい最近のことなんだよ。最初は分かってたんだけどね。それに事故のことシンはあんまり話したがらないんじゃないかな。嫌な思い出だし。そっか。でもあんたは自分がどうなったのか気になるよね。よし、じゃあ私の知ってる範囲であの日のこと話すね。ね、私たち3人とシンとミネでシナノ旅行に行ったじゃない。そこまでは OK？ うん、 OK じゃなかったけど今教えてもらったから OK になったってことにしておこう。2日目の夜にあんたとどっか出かけてたはずのシンが一人で青い顔して帰ってきてさ、
崖があるのに気づかずにふざけてて、あんたが落ちたって言うわけよ。暗くて下が見えないからみんなで探してほしいって。崖から落ちたんだ。事故って言うからてっきり交通事故だと思ってたよ。それはちょっとした事件だね。それからはもう山荘にいた客が総出で大捜索よ。関係ない人まで手伝ってくれてね。崖下で倒れてるあんたが発見されて全員が戻ってくるまで1時間くらいかかったかな。あんた全身傷だらけで倒れてたんだって。ここにいたのか。大丈夫か。起き上がれるか。おい、どうした？まためまいが来た。大丈夫？めまい？っていうか今の発見された直後の記憶だよね。きっと二人の話に刺激されたんだ。どうしたの？なんか嫌なこと思い出した？もしかして事故の時のこと？え？やっぱりってなんで？あんたを見つけたのは一輝さんとケントさんって人だよ。は？どういうこと？誰それ？君、聞き覚えある？あんた、本当に混乱してるんだね。一輝さんたちのこと覚えてる？居合わせたお客さん。無関係なのに、夜の森に飛び出してあんたのこと探してくれたんだよ。かっこいいよね。ちょっと待ってよ。それじゃあ今の記憶は何？シンが倒れてる君に声をかけてくれてたよね。これは別の時だとでも言うわけ？どうした？いっぺんに情報を詰め込まれて混乱した？あ、大丈夫？ごめん、いっぺんに話しすぎた？記憶がない人の相手なんかどうやってしていいかわかんないよ。思い出してきてるとはいえ、君の記憶もまだ不安定ってことかな。それにしても、後から記憶が混乱するなんて本当にあるんだね。事故直後のあんたは必死にシンは悪くないって主張してたって聞いたけどね。警察はシンが故意に落としたんじゃないかって疑ってたみたいでさ。あんたが一生懸命かばってたって。はぁ？故意に落とした？疑ってたなんてそんな大げさなもんじゃないよ。ちょっと事情聴取されただけ。シン自身がお前が落ちたのは自分のせいだって言ったからね。ああ、それは言ってたよね。君にも君のお父さんにも。でも被害者のお前が間違いなく事故だって証言してるんだし、すぐ釈放されたよ。いやでもさ、すぐってほどすぐじゃなかったじゃない。丸一日くらい帰ってこなかったよ。ああ、そこは俺も曖昧なんだけど、聞いたところだと二人の証言が微妙に食い違ってたとかなんとか。でもそんなのよくあることだろ。事故直後で混乱してたんだしさ、今なんかさらに混乱してるじゃない。まあそりゃそうだよね。私なんか事故に遭わなくったって昼ご飯何食べたか忘れるし。さあ、それはまずいよ。今すぐ脳を活性化させた方がいい。大丈夫だよ。お前がいきなり本当は真に突き落とされたとか言い出さない限りね。じゃああの記憶は別の時の記憶ってことなのかな。でもそっか、そんな経緯で真は君の怪我に責任を感じてるんだね。崖に気づかずにふざけてて落ちたって仕方ない話のような気がするけど、本人はやっぱ気に病むよね。あんなに責任感じてるのに恋じゃないかなんて、ひどいこと考える人もいるもんだね。恋じゃないよね。君もそう思うよね。大丈夫、シンはああ見えて君のこと大事にしてるよ。崖から突き落としたりするわけない。君の中にある記憶もきっとシンを信じる証拠になるはずだよね。